さあやっていきましょう。ランコ様に導かれてウィキペディア実況ですね、やっていこう。本日は、スラッシュですね。もうスラッシュですね。スターダストドラゴンスラッシュバスターですね。はい、そのスラッシュです。やっていきましょう。スラッシュ、スラント、スラントとも言うの、ソリドゥース、ソリドゥースとも言うの、または斜線は薬物の薬、薬物、薬物、薬物で合ってる、薬物、薬物の一つでスラッシュと書き表される。ただし斜線という場合にはいわゆるバックスラッシュや、薬物以外の様々な斜めの線が含まれるので、一般的にはスラッシュと呼ばれることが多い。斜めの線を斜線っていうもんね。確かに。国際的な用法、算術数学で表した年月日または月日の区切りとして用いる。そうだね。プログラム的には割り算だけどね、小だけどね。日付の、上序は国、言語によって異なり、これをエンディアンという。ああ、そっか、そっかそっか。年から表す国も、日本みたいな国もあれば、日から表してくる国もあるもんね。逆からやるのもね。例えば2010年11月8日は次の通りである。括弧内の表記は年を省略した11月8日を表す。8年、8よ、8よ、みんな勘違いするな、8だからな。これ日本ね、日本表記ね。ビッグエンディアン、まあ大きい方からですね、読むのは。こっちから、まあ、上位の数字って意味ですね。ミドルエンディアン。あー、そうなるのか。逆からじゃないんだ。中間からってことね。ほー、なるほど。リトルエンディアン。まあ、そうだよね。こんな感じだよね。アメリカこっちか。アメリカミドルか。あ、そうなんだ。リトルエンディアンのイメージだったな。住所とかってリトルエンディアンで書いてるじゃないですか。アメリカに物を送るとかしたことあるんですけど、物を送ったりとか。したことあるんですけど、住所とかって逆から書くので、そっか、そうなんだ。日本みたいに、日本、県みたいな感じじゃなくて、住所から書いていくっていう、逆の住所から書いていくんでね。細かい方から。ドイツは何？何が違う？スラッシュを使わないってこと？スラッシュを使うことはないってこと、ドイツは。日付と時刻の国際規格である ISO8601 では、ビッグエンディアンのみが認められており、かつ区切りにはスラッシュを用いず、ハイフンを用いる。なお、年を省略した11月8のような表記法は存在しない。うんうんうん。じゃあ、日本よりのこれが国際基準なんだね。基本的には。そういうことなんだね。まあ、スラッシュは用いらないのか。西暦を下2桁で表示する慣例もあり、また2桁になるように0を先行させる場合もある。ああ、そういうことか。1桁の場合ってことね。ビッグエンディアン。ああ、そうだね。これあるけど、この表記って分かりづらいんだよね。この表記しちゃうと、10月ってこうビッグエンディアンじゃない人もそうかな。勘違いして読むんじゃいそうだから、結構この表記分かりづらいよね。アメリカだとさらにこうなるのか。うわ、分かりづらくなっちゃうな、これやると。頭11で、8で、その後に年か。分かりづらくなっちゃうな。リトルエンディアンね。やっぱ真ん中から取るってのは分かりづらくなるね。混乱をきたすな。ISO8601 には、西暦を下2桁で表記する記法は存在しない。これ何の話だっけ？慣例か。これは慣例的にそういう使い方はするってことか。だけど国際基準ではそういう使い方は許されてないと。スラッシュは期間を表す。例えば、2004年、あー、そういうこと？ 2004 年1月31日から2005年1月30日までの期間ってことか。ほーん。そっか。この ISO8601 には、スラッシュは存在しねえのか。ハイフンを用いるって書いてあるもんね。だから、ハイフンで表した後に、スラッシュで期間で、年号ってことか。あー、はいはいはい。ヨーロッパ諸国では、ユリウス暦からグレゴリオ暦への移行期に混乱を防ぐため、
イリウス暦とグレゴリオ暦の日付をスラッシュを挟んで併記していた。ああ、そういうことね。3分の1。すげえ、なんか上まで行ったな。何これ。3分の1のように書く。そうだね。まあ、割り算ですね。日本語圏や英語圏などの割り算の演算式記号を、割る。これ割るって言わない?名前なんて呼ぶ?割るで表すが、コンピューターなどでは割るが基本的な文字セット、ASCII コードなどに含まれないため、分数として捉えて代わりに、スラッシュを使う。多くのプログラミング言語でこの語法が、採用されている。そうですね。正確には割り算っていうか、あまりは示さないんですけどね。あまりだけを示すパーセントがあるんで、算術演算子には。SI 組み立て単位の単位記号で割り算を表す。例えば、ああ、ミリメートルセックね。はいはいはい。毎秒ね。そっかそっか。単位でも確かにそうだね。数学において、それ以外にも各種の割り算、小を表す。場に記号を重ねて書いて、でないを表す。例えば、not イコール、イコールではないか。グラフと統計、グラフと統計図表において、スケールが大きく異なる値を同じ図面上に掲載したいとき、軸を割る形で記号をつなげて、あ、なんていうの?棒、スラッシュスラッシュ棒と書き、実際には大きく、間が空いているにもかかわらず、軸の途中が省略されていることを示す。あー、波で書かない?スラッシュで書くか。スラッシュで書く?なんか波ダッシュみたいな、こう、波2個で、なんか時間軸が飛んでるよとか、軸が飛んでるよっていうのを表してるイメージあるけど、スラッシュだかな?為替レートでは、例えば、USD、まあ、US ドル、ジャパニーズ円と書いたときは、1ドルが何円か、すなわち1ドルの価値を、1円で割って、まあ、円の価値で割った値を示す。うん。接続詞的用法、結びつき。文脈によって、またはが、およびを表す。以下の例では、英語の場合であるが、多くの言語で使われている。グリーン&スラッシュオアスモール。か緑でかつ小さい車または緑であるかもしくは小さい車要するに緑色の車と小さい車の両方緑色かつ小さい車を含むを示すなんか分かりづらくなっちゃうね複雑になっちゃうねなんかはいはいはいスラッシュ入れるのねうん航空券における出発地、到着地の表記や、コードシェア便の表記。まあ、確かにね、スラッシュっていろんなとこに使われてるね、そう見ると。そこでなんか切れて、対となる存在だったり、ペアとなる存在だったりを示すイメージは確かにあるね。そういう意味だと、またはか、およびか。うん。同一都市に複数の空港が含まれる場合は、都市名、空港名と表記される場合があり、東京、羽田、東京、成田か、東京、成田のように、ハイフンで結ばれる場合もある。ハイフンとじゃあ結構、なんかその役目を取り合ってる感あるんだな、スラッシュは。記号的用法。何かに重ねて書いて、取り消しを示す。表す。取り消しはなんか横線2本なイメージあるけどね、でも。正規な取り消しって。チェックボックスがスラッシュのような形で、書かれることがある。あ、そうだね、確かに。チェックかスラッシュだね。ボーリングでスペアを表す。ああ、そうだね。ただし手書き以外では、右下を塗りつぶして黒い直角三角形にすることが多い。アマチュア無線では、常地場所となる、とは異なる場所で運用する無線局、移動用局であることを示すため、呼び出し符号にスラッシュをつけて、運用地を示す英数字を加える。この際の発音は、世界的にはストロークが一般的であるが、日本国内ではポータブルと読まれることが多い。なお、この用法以外にも、呼び出し符号に情報を付加するためにスラッシュを用いるケースもある。ちょっとピンとこないね。0とか D とか、D はスラッシュ入れないか。D はスラッシュってか、なんか点つけたりとか、Z とかもなんかこう、
分かりづらい文字につけるイメージあるよね。そう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 、ゼロと O の区別のためにゼロにスラッシュをつけた斜線付きゼロでゼロを表す場合もある。そうだね、それは見て分かりづらい時だね。スラッシュドット、スラッシュドットは電子掲示板。あ、そうなのそうなのよくわかんねえや。そうなの。インターネットスラングで顔文字の一種、文末に使用して恥ずかしさや照れを表す。レイダメ確かにな、確かにな、照れてる感じ出るな、これ。なんか、ほっぺが赤くなってる感じ、イメージは湧くな、確かに。なんでだろうな。なんで3つつけるとそうなるんだろうな。ダメっていう。わかるな。競技用クイズで、早押しクイズの記録集において、問題文中で早押しボタンが押されたところを表す。日本で一番高い山は何？あ、そうなんだ。そうなんだ。そうなの？記録集とかあるの？この段階で答えたやつがいるっていうことを示すためか。へえ、高校生クイズとかそういうのでやってんだろうな。英語、頭文字を示す。例えば、BS。あー、そっか。よくはある。なんかさ、よくさ、よくこう、そう、俺前から思ってた。なんか、スラッシュ入れる人いるよなっていう。スラッシュ入れない人とスラッシュ入れる人いるよなって、こう、英語の略称文字って、2文字の場合。なんかいるよなっていう、どういう意味があるんだろうなって一回調べたことがあるんだけど、そういう意味か。なんかあんま特になくてもあっても同じみたいな感じだったけど、意味合いは。そういう意味ね。どっちが正しいのかなって思っちゃって調べた時あったんだよね。同人創作活動において、カップリング、同人を表すのに、日本語の、かけるか。これは×じゃなくて、かけるの代わりに用いられる。あ、そうなんだ。へー。これって何？どこの文化圏の話をしてんの？英語か。英語文化圏ではカップリングを表すときに、まあ、よくあるかけるってなんかそのイメージあるけど、かけるではなくてスラッシュで示すんだ。ほーん。いくつかのプログラミング言語では、あ、コメント文か。次の形でコメントを表す。そうだね。そうだね。この間にある文字がコメント文になるやつですね、これは。で、その間のコメ文字がコメントであることを示す。C 言語など。で、スラッシュスラッシュでその行だね。そこから行末までがコメントであることを示す。C++。Python やペールだってる。使ったことないからわかりません。パールでした。のように、ダブルスラッシュを一つの演算子として扱う言語もある。あ、なんだっけな。あまりだっけ？この場合は。ユニックスオペレーションシステムにおいて、パス区切り記号として、ディレクトリー、パーソナルコンピューターのフォルダーと類似の概念を表し、パーソナルコンピューターのフォルダーの概念、ディレクトリーって普通の概念じゃないの。ディレクトリーの後の名前、あとあるいは、ネットワーク内のコンピューターの名前の後に置かれる。まあ、なんていうのかな。ディレクトリーの区切りだよね。そうだよね。アドレスやるときに、ここもそうか。ここも、これ映していい？これ映しちゃダメだ。これ映しちゃダメだ。これ映しちゃダメだ。待ってね。これも、そう、じゃないか。これが、ここもそうだね。ディレクトリーの区切りなんで、これが。そうだよね。そうだね。そういうとこで使われますね。わかる。また、スラッシュスラッシュでネットワーク全体を表す。ユニックスではないが、ネットワーク上でユニックスのように振る舞っているコンピューターもこれに準じ、従ってインターネットの URL でも同様である。言ってくれたわ。なるほどね。なるほどね。スラッシュさん大活躍ですね、そう見ると。まあ、そっか。スラッシュさんは大活躍ですね、そう考えると。まあ、どの文化圏にもスラッシュというものはあるということだもんね。言語ってなんで、ハテナとかスラッシュ、統一されたからなのかな。言語ってなんでそこら辺は日本語と英語の違いはあるけど、スラッシュとか記号は結構共通してるところが多いのかな。後の世界で共通されたってだけなのかな、ここまで来る前の間に。それがもう広まってたってだけの話かな。それとも俺が知らないだけかな。知らないだけかな。ハテナと同等の意味を表す他国の言葉とかあるのかな。そういうのもあるのかな。そういう感じなのかな、スラッシュとかハテナの記号の代わりになるのも。なるほどね。スラッシュさん結構いろいろ深い話でしたね、今回は。では、ランコ様、次回はどこでございましょうか？お導きください。何が引っかかるか今回わかんないね。
あ、ではないとか引っかかってるな。攻撃なんちゃって書いてあった今。可愛い顔を引っかかったな今。可愛い顔を引っかかったぞ。延期号。なんか変な。羽田また急に地名に戻ってきたな。東京国際空港です皆さん。はい。やっとなんか馴染みのあるところに戻ってくることができましたね。はい。では次回、東京国際空港でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうね。やっとなんか日本に戻ってきたな。